はい、クリアマインド戦慄のアンチノミーイベント登場お待ちわびましたね皆さん。君と戦うのは僕だ。というわけで、今日はですね、アンチノミーさんのイベントが開始になりましたんでね、でね、遊んでいきたいんですが、早速なんとですね、神ゲーイベントとなっておりましてですね、これちょっとここ見てもらえますか。イベント限定、イベントのライディングデュエルに不動優勢で挑むと、以下のカードがエクストラデッキに追加されますと、なんとシューティングスタードラゴン、フォーミュラシンクロン、そしてスターダストドラゴンが追加されると。神ゲーすぎる。最近のなんか新しいキャラクター追加のイベントの作り込みをめちゃくちゃ手込んでて、めちゃくちゃ高評価、もう本当ありがとうと言いたいね。で、シューティングスタードラゴンって効果説明すると、一旦に一度自分のデッキの上から5枚をデッキめくって、でチューナーの数まで攻撃できるよっていうクリアマインドに到達した場合に出せるモンスターなんですよ。アクセルシンクロ、シンクロモンスターのチューナー1体プラススターザストドラゴンで出せるっていうモンスターですね。で、一旦に一度フィールドのカードを破壊するかどちらこちらとか書いてあるんですけども、2、3はまあ今回置いといて、今回はですね、シューティングスタードラゴンの効果を生かすためにですね、スーパーロマンデッキを組んできまして、ほぼチューナーとなっております。デッキの中がほぼチューナーモンスターとなっております。だからシューティングスタードラゴンで、5連打したいっていう、そういうことですね。早速ちょっとやっていきましょう。で、なんかちょっと1回やったんですけど、なんかスキルがあるんですよ、そのライディングデール中の。それでなんかフォーミュラシンクロ出せるっぽいんで、ちょっとここはそのセリフがないんで飛ばしますけど、いきましょう。本当であればね、てか報酬であれなんだ、ブレードガンダーなんだね。本来であれば僕がアンチノミ側に行きたいんですけども、僕はちょっと不動優勢役をやらなければいけないということで、ちょっとモノマネができないっていうねのあるんですけど、アンチノミ VS アンチノミでいきましょう。いくぞアンチノミ。ブルーノ、いやアンチノミ、俺は俺のユースライディングデュエル行くぞ。ワテックジーナスラッシュライノドロー。カードをセット、ターンエンド、俺のターン、ドロー。これちょっと、もうちょっと待った方がいいか。いや、これいきなり行ってもいいな。いきなり行くか。行くぞ行くぞユース。だけどアンチノミ VS アンチノミとかいう、ライティドライバー意味わかんねえことあったけど、ライティドライバーを召喚。ライティドライバーの効果発動。ライティドライバーの効果により、レフティドライバー1体を特殊召喚できる。そう、これちょっと若干インチキ効果ありますけど、これでデッキ内全部チューナーになりました。デッキ内全部チューナーです。今来いレフティドライバー。よーし、そしてレフティドライバーのモンスター効果、レフティドライバーのモンスター効果、レベルを1個上げるぜ。そしてスキル発動。どんなカードでも存在する以上必要とされる力がある。俺はチューナーモンスターライティドライバーのレベルを自分の手札のデブリドラゴン分上げる。いくぞいくぞユース。優勢なんだけどね、これ新たに輝く星となる、光さす道となれ、シンクロ召喚。偽証せよスターダストドラゴン。かっこいいぜユース。シンクロ召喚は終着点ではなく、あなたの通過点に過ぎないということを教えてあげるよ。スキル発動。どんなカードでも存在する以上必要とされる力がある。スピードスペルクリアマインド。このチート級スキルによって自分のエクストラデッキからレベル2以下のシンクロモンスター1体を守備表示でフィールドに出すことができる。現れろフォーミュラシンクロン。召喚工事言ってくんないんだこれ
召喚工場言ってくんないんだ。行くぜ行くぞアンチノミ。俺はレベル8のスターダストドラゴンにレベル2フォーミュラーシンクロもチューニング。クリアマインド集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光さす道となれアクセルシンクロ。かっけえ泣きそうだ。将来せよシューティングスタードラゴン。きたシューティングスタードラゴン降臨。そしてシューティングスタードラゴンのモンスター効果デッキトップ5枚をめくり、その中にあるチューナーモンスターの数まで攻撃できる。ちなみに俺のデッキには今チューナーモンスターしか入っていない。シューティングスタードラゴンのモンスター効果、スタードラゴンのモンスター効果発動。デッキトップ5枚全てチューナーモンスター。つまりこのモンスターは今このバトルフェーズ中に5回の攻撃が可能。ゴーレンダーバトルフェーズ、バトルだ。スターダストミラージュシューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ。それが君の力か。これが僕の力だ。いけシューティングスタードラゴンの攻撃、くらえダイレクトアタック、スターダストミラージュ。ユース、君は僕の希望だ。アクセルシンクロは光をも超える。光を超え未来を切り開くんだ。必ず超えてみせる。死ぬやん、俺の限界を。それ死ぬやん、今死んだやん。今そのセリフ言ってるってことはもう死んだやん。あなた今